月吉は、みかんか月吉属の常緑小高木の,の柑橘類。観葉植物としてよく栽培される。甘み大島以南、沖縄から東南アジアにかけて分布する。葉は、奇数羽上複用で、艶がある。幹や枝は、白っぽく表面が滑らか。花は、みかんなどに似て白く、夏に開花し、ジャスミンに似た方向を放つ。果実は、 直径1センチメートルほどで赤く熟し食べられる。月吉の名は、花が月夜に特によく香るためと言われる。別名として、犬つげ、くのり香り、英語名オレンジジャスミン、シルクジャスミンなどとも言う。また、コスメティックバークという異名も持ち、歯と根は、血行促進、鎮静作用、抗炎症作用があるとされる。ジャスミンの名がつくが、ジャスミンティーなどに使われる。 いわゆるジャスミンは木製花であり別種である。同じ属のオーバーゲキツはカレーリーフとも呼ばれ、葉が南インド料理の材料として使われる。花果実この木の材は極めて硬く、緻密で絹状の光沢がある。この材を彫刻やステッキ、刃物や農具の柄、文鎮、印鑑、版木、串などに用いる。この植物は英明で、 サテンウッドとも呼ばれている。本来のサテンウッドは、同じ未完化のインドシュス木を指す。インドシュス木は、インドから正論に分布する高木で、その新材は、新鮮なものでは、やや方向があり、炭鉱色から炭鉱褐色の緻密で重厚なものである。その材は、シュスのような光沢があって美しく、家具や、細工物、装飾品用材として、利用されている。 この材の種子のような光沢から、この植物は、サテンウッドツリーと呼ばれている。このことから、月吉の材も、この、インド種子木と同じような性質を持つことが伺える。英ン・ウォーカー編、オキストシノリ役、世界木材図鑑山頂出版、2006年、76ページ。4から882824701、熱帯植物溶蘭熱帯植物研究会、養賢堂。 1996年第4版230ページ ISBN4 から92万4395から 03X ありがとうございます。